1864年に描かれたファビウスの肖像画ヘルハルドゥス・ファビウスはオランダの海軍軍人。日本人に最初の西欧式海軍教育を実施した人物とされている。オランダ海軍に入って海軍中佐としてジャワ島に派遣されていたが黒船来航後の日本の状況を収集するためにオランダ東インド艦隊の軍艦スンピン号の艦長として 日本に派遣された。安政元年7月28日に長崎に来航すると、オランダ省喚長、ヤンドン・ケルクルティウスと協議して、江戸幕府に対して西洋式海軍の創設を提言した。その結果、スンピン号を江戸幕府に譲渡した上で、さらに軍艦2隻をオランダに発注し、さらにオランダが海軍教育に対して協力することになった。また、 ファビウスもスンピン号にて長崎にいた、幕府役人や佐賀藩などの藩士ら200名に、海軍技術の伝習を行った。ファビウスは、一旦ジャワ島に戻った後に、翌安政2年にヘデー号に乗艦して、スンピン、号と共に再来航し、スンピン号を献上、同号は、観光丸と解消されて、幕府海軍の艦船となった。その後、オランダ西インド艦隊、 東インド艦隊の司令官を歴任し、1867年に海軍中将に昇進した。平成12年に当時の天皇皇后がオランダを訪問する直前に開いた記者会見で皇后がファビウスの功績について触れている。ありがとうございます。